魚柳瀬ダムは、高知県八木郡北川村、二級河川、那覇川本流最上流部に建設されたダムである、電源開発株式会社が管理する、発電用ダムで、ダム停滞の高さ115.0メートルは、四国地方で最も高い、形式は、ロックフィルダムで、同形式としては、西日本最大、ダムによって形成された、人造湖は魚柳瀬貯水池と呼ばれ、 通称などはないが、人造湖の規模としては、サメウラダムのサメウラ湖に次ぎ、ダム、貯水池とも四国では屈指の規模がある。ダムは北川村に建設されたが、貯水池の大部分は秋郡馬寺村に属している。那覇り川は、流路延長約1 1 0 0トル、流域面積約311平方キロメートルの中規模河川である。高知県は、日本屈指の田植地帯であるが、 特に、那張川流域の東部は、台風の震度にあたり、大雨が降りやすい土地柄であったが、それゆえに那張川は、水量が豊富であった。また、流域の大半が急な山地であり、那張川は、V 字国を刻んで流れる急流でもあった。急流で水量が豊富な河川は、水力発電を行うだけの落差と水量が確保、できるため敵地として開発され、安く、 ナハリ川も多分に漏れず絶好の開発拠点として注目されていた。電力需要は太平洋戦争後復興が進むにつれて特に大都市圏での電力不足が顕著となりこれを解決すべく全国各地の河川で水力発電計画が立案、遂行された。ナハリ川では戦後から複数の事業者が開発計画を練っていた。一つは 四国中央電力を前進とし、新居浜の工業地帯に電力を供給すべく、設立された住友グループの一つ、住友共同電力。もう一つは、日本発送電が1951年の電力事業再編例が発布されたことで分割、民営化し、四国地方の全電力事業を継承した四国電力であった。奈張川の水力発電事業は、両社が併願し、 水利権申請をめぐる競争は激しいものがあった。許認可権を持つ高知県当局も対応に苦慮していたが、1953年6月に開かれた第9回電源開発調整審議会において、ナハリガーの水力発電事業は1952年に電源開発促進法の成立によって誕生した、公営企業、電源開発株式会社が担当する調査河川に認定された。 住友共同電力と四国電力に対しては、電力行政を干渉する通商産業省が、修正することで紛争を収め、同年末に、高知県は、電源開発に那覇利川の発電用水利券の使用を許可した。地元の混乱を収束させた後、同年11月12日に開かれた第12回、電源開発調整審議会において那覇利川に、 巨大ダムとダム式発電所を建設し、さらに下流にも調整値を兼ねた発電用ダム、発電所を2基を建設するという壮大な計画が成立した。この電源開発案において計画された巨大ダム計画が魚柳瀬ダムであった。魚柳瀬貯水池、左奥に大体地となった丸山大地がある。魚柳瀬ダムの計画が発表されると、 北川村北部及び馬寺村業、柳瀬地区の235個が水没する、特に集落の大部分が水没する魚柳瀬地区の住民は電源開発案に強行に反対した。それは、コミュニティの崩壊も、去ることながら、ダム建設によりよ、柳瀬森林鉄道の軌道がカタカタで水没することにより木材運搬が不可能になり、 住民最大の制御である林業が崩壊することにあった。このため住民だけでなく魚柳瀬栄林所、柳瀬森林鉄道及び労働組合である前林屋もダム建設に反対の姿勢を取った。柳瀬地区の住民は林業とコミュニティの維持を求める立場上、極小規模のダムを建設することから水没物件が最小限に止まる住友共同電力の休案を押したが、 下流域の北川村と那張町、田野町の住民は、那張川水系ではない野根川に水を導水される、ことで、農業用水の確保に影響が出ることを恐れたため、電源開発の案を押した。こうして、同じ那張川流域に暮らしながら、利害の違いにより住民は、ま、二つに分かれた。那張川流域の町村を揺らしたダム問題や、保証交渉は長期化の様相を見せ、 1954年の計画発表から約3年を費やした。だが、那張川の水力発電計画を強力に推進していた当時の高知県知事、溝口雅美がダム上流部に大大地を建設して、集落ごと集団移転をさせる案を電源開発に示した。電源開発はこれに応じ、ダム建設予定地上流、東川と西川が合流する。 ウオヤナセ丸山地区に代替地を建設。代替地については真っ先に、エ林署所と所員官舎を続いて公共施設を移転させて、林業とコミュニティの維持を図るという姿勢を示した。合わせて、ヤナセ森林鉄道の代わりに、那覇里町へ通じる代替道路の建設工事を実施して、誠意を見せた。こうした、電源開発の姿勢に水没地区の住民も態度を軟化させ、 丸山大体地への移転に続々応じ、最終的に全体の八割に当たる百九十三個が大体地へと移転した。残りは、高知市など県内に散っていった。これに加え、馬地村への多額の保障及び馬地、北川村への固定資産税収入によって財政が、高天、福音点零メートル、総延長百二十七キロメートルの付け替え道路、高知県道十二号安田東洋線及び、 県道12号と、魚柳瀬地区を結ぶ高知県道54号魚、柳瀬公園線が整備され、国道493号とも接続して、田野町、安田町、室都市への交通の便が良くなった。道路整備と引き換えに1911年に開通し、以後木材輸送と住民の主要交通手段として利用され、高知県で初めて蒸気機関車が運行された魚。 柳瀬森林鉄道がダム建設によって軌道が水没するため廃止された。これ以後木材輸送は前期剣道によるトラック輸送にとって変わった。こうした経緯を経て、計画発表から16年の歳月を費やして1970年6月19日にダム及び魚柳瀬発電所は完成し、運用を開始した。柳瀬地区はかつて原平合戦に敗れた。 平家の落ちうどが住み着いて、以来800年続いた歴史に幕を閉じ、水の底に消えた。ダム名はこの魚柳瀬地区から命名された。現在ダム岩上にあるダム展望台には、ありしの魚柳瀬地区の写真や、建設中のダム写真などが展示されている。ダム直下にある魚柳瀬発電所、円形の発電所建物が特徴的。魚柳瀬ダムは当初アーチ式。 コンクリートダムとして建設が検討されていたが、基礎地盤と両側の山の地質が、アーチダムを建設するだけの強度が不足しており、結果的に地盤が、それほど堅固ではなくても建設が可能な、ロックフィルダムとして建設されることになった。水力発電専用であり、ダムの真下に建設された魚やなせ発電所によって、認可出力36000キロワットの発電を行う。 この魚柳瀬発電所は電源開発によるハリガ川電源一貫開発計画で最後に手掛けられた事業であり、それより前に下流に2カ所の水力発電所とダムが建設されている。一つは魚柳瀬ダムの直下流に建設された日先ダムである。高さ28.0メートルの重力式コンクリートダムであり、1963年に完成したダムに付設する 二股発電所は認可出力7 2 1 0 0ットとハリ川水系最大四国地方の一般水力発電所でも屈指の出力を持つ水力発電所である。魚やナセダム完成後はダムの放流水を調節してハリ川の水量を安定化させる逆調整地の役割も担っている。もう一つはハリ川の最も下流に建設された平鍋ダムである。 高さ38.0メートルの重力式コンクリートダムであり、最も早く1960年に完成したダムに付設する長山発電所は認可出力3万7000キロワットを発電する。この3発電所によって合計14万5100キロワットの電力を生み出し、那覇川水系は四国地方でも屈指の電源地帯となった。 三発電所で生み出された電力は送電線を通じて、途中上市にある四国電力の深海海兵所を経由して、愛媛県西条市の伊予変電所に送られ、ここよりさらに、来島海峡を越えて、中国電力が管理する広島変電所まで送られる。電力は中国電力、四国電力、住友共同電力の三電力会社に供給され、中国地方、 四国地方における夏季ピーク時の電力消費に対応している。この送電網には後に1975年に運用が開始されたサメウラ発電所の電力も合わせて送電されることになる。ダム完成以後、水没地である馬地村は地域活性化を目指して特産品の杉と柚子を用いた村おこしに取り組んだ。元来この地域で生育される杉は柳瀬杉と呼ばれ、 日本三大美林の一つに挙げられており、高知県の県木になるほどのシンボル的存在であった。村では、大体地に森林保養センターを設け、木材加工品を販売している。また、ゆずに関しては、ゆずすやゆず加工食品を生産して、独自のルートで馬地村農業共同組合が販売、ごっくん、馬地村などのヒットによって、年三33億円の主要産業にまで成長した。 林業も黒字運営であり、馬寺村は平成の大合併においても合併を選択せず、独立して村運営を行う数少ない自治体となった。魚屋な瀬ダムや魚屋な瀬貯水地も観光拠点として整備された。湖畔には魚屋な瀬丸山公園があり、春には約200本のソメイヨシノが咲き誇り、花見のスポットとなる。毎年4月上旬には、 柳瀬桜祭りが催される。夏にはオートキャンプ場も併設されていることから多くの観光客が訪れる。森林公園には魚柳瀬森林鉄道で実際に運転された蒸気機関車が展示されており、日曜、祭日には運行もされている。那覇川や魚柳瀬著水地は鮎やアメゴの釣りスポットとしても知られ、多くの釣り客が解禁時期に詰めかける。 ただしダムを境にして管轄する漁業共同組合が異なるため、入漁権の価格なども違うので注意が必要である。四宿湯温泉や室戸岬23市公園、田野田の温泉も比較的近い。ダムへは高知自動車道南国インターチェンジから国道32号、国道55号経由で室戸方面に向かい安田町から 高知県道12号安田東洋線を馬地村方面へ進むか、那覇町から国道493号経由で平鍋ダム通過後県道12号を魚柳瀬方面に進み、日崎ダム地点で高知県道54号魚柳瀬公園線に入るとすぐである。日崎ダム付近で二股に分かれる道があり、発電所方面に降りて行くと、写真のように巨大なダムが目の前に現れる。 県道を進むと展望台からダムを眺めることができる。だがいずれの県道も1車線から1.5車線の狭い道であり、落石やすれ違いには注意である。また、雨量による通行制限があるため、大雨などの際には通行止めになることもある。公共交通機関では、土佐黒潮鉄道、朝線、安田駅が最寄り駅であり、そこから高知東部交通バス。 ウ屋ヤナゼ行きに乗車する。秋駅からも乗車可能である。釈迦分岐からウ屋ヤナの間でダム周辺を走行する。なお、馬地村内では停留所以外でも自由に乗降できる。北川村が、那覇駅より、日崎ダム付近にバスを週2日走らせている。那覇駅発は予約不要だが、日崎発は予約が必要。ありがとうございます。